じゃあ、こんにちは。さあ、まあ、3人集まったで、久しぶりやな。これ、3人ありました？あったよ。相当久方ぶりです。いや、ゴルフの帰り。相当前、お前がなんか最初ホールかなんか下手打って、機嫌がめっちゃ悪かった。やりました？いや、それで、この動画は、まず最初俺の動画からリレーしていく形式だから。あ、で、概要欄に貼るからね、はい、バトン落とさないようにね、うん、リレーやからね。そうそうそう、バトンタッチ大事だよ。俺のは最初かな、うん、それで、ね、2番目あっちゃん、はい、で、3番目、はい、あの締めはガンちゃんのところで見れるという動画だからね。あ、ね、お前な、小さいな。何ちゅうこと言うんですか。顎が出てるから、ここの引っかかりがいいね。何ちゅうこと言うんですか。たまに興奮してたら、これこんなんずれるときは気をつけなあかんと。先輩がなかったら、喧嘩だけは絶対。喧嘩じゃない。喧嘩は。まあ、いろんなプロ野球、まあ、1ヶ月ちょっと経って、ね、ね、いろんなことが起こってるけど、うん、やっぱまずはルーキーが活躍してるな、今年は。で、まあ、ルーキーもそうだけど、若手がやっぱ活躍してるよな。うん、まあ、でもこれはあの外国人がね、今年は開幕からなかなかみんな揃わなかったということも、ルーキーたちとか若い選手にとったらチャンスが増えたということもありますよね。まあ、それは大きいよな、はい。まあ、でも外国人、最近入ってきてるけど、はい、テームズがいきなり怪我したり。そんなことあるんですね。なあ、はい、あれ予期せぬ動きでなるって言うじゃないですか。ああ、でも本当そんなに激しい。いや、目測最初は誤ってんだよ。それで変な踏み方して、ああ、そんな強く入ってないですもんね。強く入ってタッタッと入っただけでバチッといってるって。ああ、これ何が起きるか分からない。怪我する、やっぱりなんかああいうシーンもちょっと心痛いというか。痛いな、ね、でも来日してその日のゲームだよ。前ファームでは出てたけど、日本嫌いになるで、あれ。ちょっと今シーズンの復帰は無理でしょう。いや、無理やろ。無理ですね。アキレス腱ですからね。ああ、スモークどう見た？見ました。まあ、でもメジャーの実績もありますし、うん、まあ、そこそこやるんじゃないですか。なあ、あの東京ドームだし、ホームランもやっぱ増えると思いますね。で、スイッチだしな、はい、左投げのスイッチヒッターなんですね。そうそうそう、珍しい、はい。まあ、でも巨人も最強打線ってやっと組めるって、テムズが怪我し、はいはい、まあ、ウィーラーが入って穴埋めたけど、でも阪神強いな、やっぱ。あの今で言うね、怪我しても次出ていく選手っていうのは結構活躍するんですよ。まあ、ショートに至っては、ね、木浪というのがいて、山本という巨人から、ね、入ってきたのがいて、で中野というルーキーがね、良かったんで、うまくこの辺がこうちょっと休ましたら、その使った選手がまた活躍するというふうな、すごくこう周りがいいですね。それとあんまりミスしなくなったね。それが一番でしょ。なあ、はい、いや、上手くなってない。上手くなってるがプロですからね。今まで下手すぎたでしょ。まあ、エラーで結構3人いると結構強気になるな。普通のこと。お前1人の時はオブラートに包んでるって。3人になったらお前、いや3人の責任やみたいな。なんでわかるの。オブラート破れる時もあるんですよ、たまにオブラート。今日破りまくりやろ。破れかぶれの。破れかぶれな。でも最近見てると西が勝てなくなった。でもね、またこれ、うん、みんながみんな勝てる時で、いや、まあ、まあ、もちろんやっぱりピッチャーでもいいですよ。ピッチャーいいな。ピッチャーいい、やっぱり。ああ、の特に今年はやっぱ 青柳っていうのと、うんうん、もっと安定してますし、ルーキーの伊藤ってね、左一人なんですよ。ほんでやっぱりガンケルがやっぱチェンとの外国人の競争があるんで、打たれたらやっぱり変えられるっていうのでね、今年はやっぱりボールのキレとかもうコントロールもやっぱり来日して2年目ですけどね、抜群にいいですよ。ちょっと話変えていい？なんですか？それだけ喋らしといて。お前なんか鼻につかないね、これは。俺高いのかな、鼻につくの。顔がだから おにぎりせんべいみたいだからです。お前よう言うな。だからおにぎりせんべいみたいなどうしてもつくんですよ。言ってるでしょ。言ってるでしょ。サングラスと一緒で、みんな骨格違うんで、こう触れたり触れなかったりじゃないですか。お前全く触れないね。僕全然触れないです。僕はビューティーラインキープしてるんで。いやほんまに。おにぎりせんべいみたいですよ。今言われてて。いや。おにぎりせんべい。ほんまめちゃそっくりですよ。分かった、もう、まあ、ちょっと話変えて損したから。マスガードが黒だったら完全におにぎりせんべい。ほんとか。どんなこんななってんの。いや、そんな感じですよ。感じ。おいしい。おいしそうです。言わなくていい。いやいや、これ海苔みたいだから。うまいね。ゆたかさん、おいしそうです。これ梅干しのマスガードはいいんですよ。なんだよ。それで、はい、まあ阪神関係でね、はい、まあ素晴らしいけど、あと巨人は、でも巨人はやっとこれ戦力が揃ってきたんで、ただちょっとね、投手陣がちょっと弱いかなっていうふうに映りますね。いや、ちょっと失点が増えてきてるな。
だから、まあ、ヤクルトのね、あんな神宮での打ち合いをね、勝ったからいいようなものの、うん、まあ、原監督もちょっと苦言呈されてましたけど、うん、まあ、原監督が思い描いてる野球ではちょっと違うんでしょうね。ちょっとかけ離れてるよな。でもそれでもここの位置にいるというところがやっぱ巨人の強さかなというのは感じますね。でもヤクルトは良くなってる。本田君、外国人2人、あれ入ってちょっと厚み出ましたよね。厚みが出るし、やっぱ結果も残してるし、いいとこ打ってね、やっぱりチームの勝利に貢献しましたよね、それと、はい、中川がマウンドにいるときに塩見をダイソン出して、はい、2球牽制の後、その後すぐ走らせたでしょ、ノーアウトから、はい、ああいう野球が高津監督ができるようになったんだなと思ってさ、なんかもうあれかなりもう癖というか傾向というか分かったから思って行きましたよね。ああ、行かせましたよね。あれね、野村監督がよくやったんだよ、うん、左ピッチャーは見えてるから一回牽制した後にバントの構えしとったら絶対ホームだって。だああいうのも残ってるんだ多分。そうですよね。ああ、もう一回やってください。左ピッチャーなんだともう一回やってください。左ピッチャーが左ピッチャーは整体してランナーが見えてるから一、ね、はい、球牽制して、はい、ランナーがもうスッと戻ったら、はい、あもうバントだっていう決めつける傾向があるから、はいはい、クイックも使わずに投げるって、はい、ちょっとそれ津軽海峡の向こうの解説でちょっと使わせてもらって最近ね、はい、それがバレてるから2球大体したら3球は牽制ないんだよ、うん、バントの考え。それは聞いたことあります、ね、うん、だから走らせた、はい、見事に成功して元山もバント失敗したけど、でもああいう野球をで展開できるようになってるっていうのはやっぱりヤクルトに力つけてるよな、だいぶ。だからやっぱりその今ね、どうしてもその打つだけ打つ方にばっかり注目されがちで、そういうふうな細かいところのことを言わなくなってきてるじゃないですか、うん、全てその打って返すのが一番いいふうになってるけど、やっぱああいうところをやっぱりもう少し僕たちも取り上げていって、そうそうそう、野球の質というかレベルっていうんですか、そう伝えていく側な、うん、はい、やっぱり言っていかないからな、まあ、9回打ち切りとなったらそういうスモールベースボール的なことはすごく重要視されるじゃないですか、うん、それをもう思い切って駆使してるチームがググッと来てるっていうのが僕傾向であると思う、うん、残念なのはさ、フィルダーストイスの後に逆転をクラブとかさ、でもっあったろ、あの横浜です、いや、あのどこですか、オリックスと西武、あの サードね、セカンド送球、そうそう、あれね、僕もねダイソーが出てない、で一塁二塁なんでだいぶあの走者もリード取れますんで、そうそう、でバッターがジョーンズ足が細いで、フィルダースイスして満塁になって、 T 岡田が走者一掃で同点になって、杉本かがサヨナラ打った試合でも、それもまあね、リクエストで判定が覆った、そう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 、あれももちろんタイミング的には、あ、見てたらセーフやと思ったら審判がやっぱり何とかアウトって言って、うん、でリクエストですぐ覆って、うん、っていうとこですもんね、うん、あれでもしっかり教えとかないかい、 あれ三塁手としたら行きがちだもんな、セカンドに、あの取り方が、いや分かります、流れでちょっとね刺され気味やったから、うん、遠いからね掘りたくなるんですけど、うんうん、あれはね多分あの状況判断っていうのをしとけばね、うん、ああいうプレー起こらなかったと思うんですよ。あれ誰が悪いと思う。いや、まあ、悪いのはさ、うん、やっぱりサードですよ、うん、1番はね、はい、2番はだからその前にセカンドとの連携でね、おいあかんぞ、俺ファースト行ってくれよって、そう、ああ、こういうふうなあれしてね、そうそうそう、言っとけばそうじゃないですか。そうだからセカンド、まだやっぱ内野陣が若かったんだよな、だからそういう指示を出しないんだよね多分。だから佐藤君でしたっけサード、うん、もう次の日ファームに落ちてましたもんね、うん、いやだからこうやって頭さ、ランナー出てるよってピッチャーお前がね投げてる時は後ろではそういうことが行われてるんだよ、はいはいはい、サード片岡、セカンド高木だったら、はい、あちゃん、ダイソー分かって分かってるって、オッケーオッケー、うん、だからこういうのファースト行けよって、はい、一応入るけど、はい、ファースト行ってくれよって、バッター、ジョンソン、頭考えとけよって、うん、そういう指示は出してるよな、だからそういうものが全くないんだよ、うん、だからオリックスもやったろ、3点リード9回、はい、ベンチでなんていつも、もうね、耳にタクができるぐらい言われてたよ。一つでいいから確実に一つずつ取っていけって、うん、焦ってお前サード踏んでないって、あ踏んだだけで1点やったっていいんだよ、はいはいはい、そういう野球が多すぎない、あの特にねやっぱりあの見てて そうだし、最近その送球ミスというんですか、うん、今特に二遊間もスライディングもいけない、キャッチャーでもコリジョンルールがあってね、その辺のやっぱり
プロ意識というんですか、内野手の、うん、そういうのはもうちょっと持ってほしいですね。送球ミスは恥ずかしいって言われたの。いや、内野手が送球ミスは使ってくれへんかったですよ。捕球ミスは仕方ないけど、もう取ったら絶対アウトにしなきゃいけないっていうね。かっこいいね。俺より上行ったね。いや上行ったねっていうか、僕送球には自信があったんでね。確かにね。あのだから送球ミスされるとやっぱベンチもガクッとくるんですよ。いやいや、送球ミスだけまでいかん。ピッチャーもね、打ち取ったって言ってファーストに投げてあーっていうのは一番止まらんでしょ。いや、そうそう、返ってこないですからそのボールは。はい、いや、取り損ねるのはしょうがないと思う。しょうがないです。あのイレギュラーもあれば、打たれたこっちの責任の方が大きいですから。もうそうやって考えるの、ピッチャーって。そうです。考えます。はい、あの取ってからの送球で、例えばゲッツーでセカンドがわーっとタイミング合わないとかは、うん、あれなんでコンビネーション合わへんのかなとか思うときあります、はい。すごく悪い体勢だと別ですけど、確か今言われた通り、送球のミスの方がちょっとダメージ大きいかもしれないね。はい、さあ、広島。やっぱり抑えの栗林、栗林、あ、やっぱいいですね。いいなあ、うん、めちゃくちゃハマってますよね、うん、はい、だってもう礼儀ができてるの、マウンドに行くまでな。ああ、なるほど。あれ好きですね。大好き。はいはい、まあ、言ったようにそういう気持ちをね、こう実績を残してもずっとやっていてほしいなというふうなことを思うやん。素直、謙虚、感謝、もう森脇健児さんですよ。いや、森脇健児さん大丈夫。はい、もう元気にして。ああ、もうめちゃめちゃ元気です。ベイベードームのあのペッパー君の横で踊ってるちょっと人間。あれ似てるな。あれ森脇健児さんって噂です。噂です。本当か。本人に入ってんの。本人に確認すると黙ってました。じゃあそうかも。そうかもしれない。そうか。ほんでやっぱカープは菊池。ここはもう絶好調。ほんでやっと小園が上がってきた。ああ、いいね。やっぱあの足。足。やっぱあの辺魅力ですよね。上がっててすぐタイムリー打ったりするところっていうのは。やっぱ持って生まれたものあるなというふうな気がしますし、ちょっとこの田中康介がね、なかなか状態が上がらない中でチャンスですよね。鈴木誠也と西川の打順入れ替えたよな、うん、どう思う？それはね、まあ、なんかはっきり言ってすごい結果出てるじゃないですか。結果は出てる、出てますよね。結果は出てるとしてもこれがどうなんだということだよね、うん、いやでも僕あの打順見たときに、伊手前打線の時の近鉄の中村のりローズ、うん、はい、まあ、ローズとちょっと西川タイプ違いますけど、うん、あの右のやっぱ大砲と言われてる中村のりが3番に入った時のことを思い出しました、うん、プレーボールかかってから3番目にあのごっついのが来るとピッチャー嫌なもんだったんですよ、うん、だそれを作ってんのかなとも思いました、うん、笹岡監督はやっぱりジグザグが好きらしいな。でもまあ今年ね、菊池初期、はいはいはい、で鈴木誠也、西川っていう、はい、なんかね、やっぱりジグザグを組みたいらしいんだよ。自分がね、うん、ピッチャーとして嫌やったんちゃいますだと思うんだよ。そんなんあるじゃないですか。絶対あると思う。どうも、ジグザグって嫌なのか。いや、僕は予告先発パリーグだけで、予告先発やり始めだったんで、僕はもっぽら左並んできました、うん、あ、なのでジグザグをそんなに意識したことなかったです。そんな嫌じゃなかったっていうこと。だから嫌じゃなかった、記憶にあんまりないということは嫌じゃなかったと思います。うわ、左多いなぐらいしか思わなかったです。やっぱ笹岡監督嫌だったんだ。ほんとさ、右バッターだけとか左バッターだけとかでは全然感じない。僕はあんまり感じなかったですね。でもさ、左バッターだけ出してくるってことは、岩本に対しては左の方が組みやすいと思ってるわけでしょうね、うん、とやっぱり率が良かったんだよ、左の方がね。でも結果、だオリックス大木監督の時、うん、1番の田口壮さん、キャッチャーの三輪さん以外みんな左やったんですよ、うん、で岩本予告先発の時にファームから四条さんとか上げてくるぐらい左をずらっと並べたんですが、僕結果はオリックスに足掛け2年3年で僕10連勝ぐらいしてるんですよ、うん、だからあんまりそれ右に左にってその率関係ないのに。だからもう苦肉の策だったんだろうな。ですかね、大木さんにとっては、はい、なんか左を並べるっていうの、はいはい、そうだったんですかね。あ、なんか今自分の自慢話してそうで嫌なんですけど、ほとこうかなと思って。右ピッチャーはそんなに意識しないかもしれない、うん、右バッター左バッターの列を、左ピッチャーの方が右バッター多いとか、うん、そういうの気にするんじゃない。ジグザグがな、はい、ジグザグ、うんうん、はい、左ピッチャーの方が嫌がるかな。だから笹岡監督がどういう意識でその打線を組んでるのかっていうのは、うん、今なかなか取材行けない分、うん、聞けないのがちょっとストレスですよね、はい、でもそう思ってる間にカープがグイグイと来たら、いやいや、そうそう、